さあ、こんばんは、マーティン・ダーメイクバイ・キンタケス。今日は武器の女王の話をします。その正体は笠岡静子さんです。歌手で女優として活躍。香川生まれ、本名は亀井静子さんだそうです。13歳、中学校で、松竹歌劇部、まあ、大阪松竹少女歌劇団。現在で言うと、OSK、日本歌劇団に入団したそうです。三笠静子さんという名でデビューしたそうです。力強い声量とリズム感あふれる歌唱で大人気です。芸名を笠木静子さんと改めてそうです。出会ったのは服部良一さんですね。そのジャズ歌手を売り出して、第二次世界大戦中は軍部になり、公演中止や活動の制限に迫られました。コロナとは全然違いますからね。ジャズ解禁は戦後ですね。アメリカから流行したダンス音楽、武器をいち早く取り入れ、1947年には、服部の作曲による東京武器武器で、東京武器武器、ケミも武器武器、ワクワク、あとは買い物ブギー、ジャングルブギーの女王と呼ばれたそうです。映画やテレビドラマ、コマーシャルなど女優として活躍したそうです。以上です。バイバイ。